皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本当に日も暮れるのが早くなってまいりました。いよいよ冬の準備にかからねばと思っております。稲森さんが8月24日にお亡くなりになって月日が経ちますが、周りの方々がいろいろな稲森さんの本を読んで、もっと早くに知りたかったとか、そういうお言葉を聞くことがあります。私は26年間本当にご縁をつないでいただいて、稲森さんの学びをしたことは本当に今ある幸せにつながっております。この言葉を伝えるお役目も、どなたかがこれによってああよかったと思ってくだされば本当に幸せでございます。それでは稲森さんの言葉を読ませていただきます。思いは必ず実現する。思いは必ず実現します。物事を成功に導こうとするなら、強い思いを持たなければなりません。ただ思うだけでも、思いは私たちの人生を作っていきますが、それが潜在意識にまで入っていくような強い思い方をすれば、その思いはもっと実現していきます。さらにその思いをより美しく純粋なものにしていけば、さらに大きなパワーが生まれて実現していくのです。自分の思いや目標が実現できないのではないかという恐れや疑いは、いささかなりとも抱いてはなりません。必ず実現できるのだという固い信念を持って、ひたすらに努力を重ね、日々創意工夫を図っていくことが大切です。中村天風先生、英知の響きから。調和ということを無視した言動は、当然完全な成果を具現し与わないからである。自己存在のみを重く考えて、自己以外にも人がいるのだという大切なことを重大に考えない結果、知らず知らずに間に調和を無視してしまうがためである。常岡一郎先生、一日一言の中から。伸びるものは柔らかい。育つもの、伸びるもの、生命踊るもの、それは常に柔らかさを失ってはならぬ。固まったら伸びない。我習は人間を固くする。辺境は人間の明るさを失わせる。草や木も柔らかな間に伸びる。優しい新芽から伸びる。硬くなったら伸びることが止まる。人の心もそうである。坂村新民先生、一日一言の中から。手を合わせる。手を合わせれば、憎む心も溶けてゆき、離れた心も結ばれる。丸いおむすび、丸い餅、両手合わせて作ったものは人の心を丸くする。両手合わせて拝んでゆこう。今日もリードめちゃハッピーでありがとうございます。